江ノ島電気鉄道200系電車。江ノ島電気鉄道200系電車。江ノ島電気鉄道200型電車は、1949年、昭和24年に、江ノ島電気鉄道、現、江ノ島電鉄が導入した電車、制御電動車である。太平洋戦争終戦後の混乱期において、輸送力増強を目的に当時余剰となっていた、農業電車用の車体と、 中古伝送品を組み合わせて、計2両が導入された。導入後、うち1両が車体を、東京都交通局、東京都電から譲り受けた、中古車体に換装され、1955年、昭和30年には同じく、東京都電譲り受けの中古車体に換装されたた、形式1両と2両永久連結の連結に改造された。その後、 連結車となった二両は1968年、昭和43年に、連接車に再改造され、既存形式である300型に、編入、1991年、平成3年まで運用された。以下、本校では200系のルーツとなった、農業電車の概要から連接車化改造までの、動向について詳述する。江ノ島電気鉄道、以下、江ノ電で、 統一においては、二軸ボギー車である100系の導入によって1931年、昭和6年より、従来型の小型四輪単車である1系の代替を進めていたが、余剰となった四輪単車のうち五両が、同年7月に能量電車に改造された。同五両は、従来の木造車体を廃棄して新たに新造された、半抗性の能量電車としての専用車体に、換装され、 四輪単車としては最末期まで残存したが、これらの代替を目的として1936年、昭和11年に申請されたのが、本校にて取り上げる二代目の能量電車である。四輪単車の初代能量電車は、前面、側面とも窓枠及び、窓ガラスを省略して、腰タブより上部を開放構造としており、5両中3両、1から3、車番はいずれも2台は、 シーズンオフの運用を考慮して、屋根部を後半張りとして、柿以外は着脱式の窓枠を装着可能な構造となっていたが、残る2両、11.12は完全な柿専用車両として設計、製造され、屋根部は天幕張り構造であった。二代目農量電車はこの校舎の設計を踏襲し、2両が日本鉄道自動車、現、東洋工機において申請された。 心臓された車体は、半構成のボギー構造で、全長は 11400mm と、100k106 から110の全長 11600mm と近似した設計となっている。天幕張り構造の屋根部、鉄パイプで構成された開放的な2枚折り扉、腰タブの上半分に、網目状の細かな穴を設けた構造など、基本的な設計は前述の通り4輪。 反射11.12 e を踏襲しているが、前後つま中央部の運転台部分にのみ、常設の窓枠が設置された点が異なり、前面窓上部には、行き先表示窓が設置されている。前後つまの左右には墨柱を設け、前後2箇所に設けられた、客用扉間にも屋根部を支持する計7本の柱を、均等配置し、側面の、各中下部には、保護棒が2本設けられている。 また、この二代目農業電車は、運用期間が夏季に限定されることを踏まえて、専用の台車、主要機器を用意せず、既存の在籍車両のうち100系111.112との主要機器、台車の共用を前提として、車体身が新造されたことが最大の特徴である。車両番号、車番も主要機器共有先と同じく111.112と不満されたが、別111が、 金波号、112が銀波号とそれぞれ相性が付与されている。前日の通り、納涼電車は各機のみ1 0 0系1 1 1 1 1に、から主要機器、台車を移設して運用された。1938年、昭和13年に1 0 0系1 1 3 1 1 4車番はいずれも初代が導入されると、主要機器共有先は同2両に変更され、 農業電車の車体の車番表記も113.114と変更された。その後、太平洋戦争激下による戦時体制への移行に伴って、農業電車の運行機会はなくなり、2両の車体は極楽寺建築の庫内にて保管された。太平洋戦争終戦後、買い出し客の急増などによる輸送事情の逼迫に直面した江ノ電は、用途を失って保管中であった。 農業電車を一般車へ改造して輸送力改善に供することとした。農業電車2両の車体は東京横浜製作所後の東急車両製造にて改造が施行されて1949年昭和24年に春光、200系201.20に20 201は初代の形式及び車番が付与された。施行内容は全面及び 側面の開口部に窓枠、窓ガラスを新設し、客用扉を一般的な2枚より扉に交換した程度の軽微な内容に止まり、竣工当初は腰タブの網目処理もそのままとされたが、これは1951年、昭和26年7月に埋め込み撤去されている。側面窓枠は7本存在する構え体柱の間へ角2枚、計12枚設置され、 客用扉とつまめんとの間にも、強幅の窓を新設。側面窓配置は 1D22222D1D、D、客用扉、各数値は、側窓の枚数となった。主要機器は201。初代が過去に機器を共用した1 0 0系1 1 1の、廃車発生品を202が、静岡鉄道より購入した、中古品をそれぞれ搭載した。台車は201。 初代がブリル 76E2、202が日本車両製造製の A 型と称する台車をそれぞれ装着する。201、初代202は一般車へ改造されたとはいえ、前述の通り基本的な構造は、農業電車当時と比較して大きな変化はなく、応急的な改造車に過ぎなかった。そのため、構え体設計の脆弱性の問題から、 早期の代替が計画され、まず202は1954年、昭和29年6月22日付で、車体乾燥による更新が実施された。乾燥された車体は、東京都交通局より購入した中古車体で、車体心臓による更新に伴って不要となった、都電1 7 0系1 7 4の車体を譲り受けたものである。導入に際しては、 全小棟の屋根上への移設のほか、全面中央窓と、戸袋窓を除く窓枠が、従来の一枚窓構造から二段上昇式の二枚、窓構造に改造された。終電装置は、都電在籍当時のビューゲルから、トロリーポールに乾燥されている。残る201、初代は、車体乾燥の対象となることなく継続運用された、後、1956年、 昭和31年6月25日付で連接車、500系、初代501編成の心臓に際して、名義上の種車となって事実上廃車となり、納涼電車の改造車は消滅した。なお、不要となった201、初代の車体は、上田マリコ電鉄、後の上田交通へ譲とされ、大改造の上で付随車、サハ20系28として導入された。また、201、 初代が装着した台車は501編成の両端台車として転用された。江ノ電当時は江ノ島鎌倉観光と社名解消においては輸送力増強及び列車の続行運転解消による運転法安度工場を目的として1950年代半ば頃より従来は炭鉱での運行のみであった列の二両編成化を計画した。この際、 二両編成化改造の試作車として二両、永久連結車と二車対三台車構造の連接車を各一編成導入することとなり、その出社として、江ノ電入線から日が浅く、かつ四両、112.2代目、113.2代目、114.202という必要な出社の数と、同一両数が在籍した、元と電車対流用車グループが選定された。 被作車への改造は連結車が先行して施行され、202が112とともに種車となり、1955年、昭和30年10月31日付認可、翌1956年、昭和31年1月1日より営業運転を開始した。車体関連では2 0 2 1 1にとも連結面となる、側のつま面の運転台を完全撤去して客室化し、 つまめんに貫通路と貫通ホロを新設した程度の軽微な改造に止まった。一方、主要機器には手を加えられ、編成化に伴う総括制御の必要性から、従来の直接制御仕様から、エノ電発の電動カム軸式制御装置による間接自動診断制御仕様に改められている。また、200には1 0 0系1 1 5と台車交換を行いブリル 76E2 に、 乾燥されて112と統一され、トロリーポールについても、各社の連結面となる、側のものを撤去し、一両あたり一気搭載となった。なお、202は、都電170系の車体流用車であるのに対して、112は、都電150系の車体流用車であり、幕板部の寸法や、屋根部の形状をはじめ、つまめん墨柱部の面取りの有無、 丸妻形状のつまの曲立など各部に種者の相意に起因する際が存在した。この際は後年連説者へ再改造された際にも手を加えられることなく損置され、不揃いな外観が同二両の特徴ともなった。連結者の進行からやや遅れて、1956年昭和31年4月6日付で113.114。 共に二台を種車とする連接車が、春行、300系301編成となった。同二両は202.112とは異なり、いずれも、都電150系の車体流用車であり、外観上の際は存在しない。なお、連結車112から202編成、連接車301編成とも改造志向は、東洋電気製造及び、東洋工機が担当した。 この試作車に編成を用いた検討結果については、主に2編成による比較の結果連接者の優位性が証明され、以降連接者の増備が決定したと説明される。しかし、江ノ電 OB で元鉄道部長の大田義春は、試作車301編成の導入からわずか3ヶ月後には心臓連接者である500系、初代が導入されていることなどを根拠としてこの、 通説に疑問を呈し、連結者の本格採用は当初からの決定事項であり、連結者は、エノデン社内の技術担当以外の関係者にも、連結者の優位性を証明するための当て馬ではなかったかと推測している。連結者への改造後、112は前述した201、初代が事実上廃者となったことを受けて201、2代と改版され、連結者は、 車番が二百番台で統一された。なお、両者の連結面の貫通路は急曲線区間の走行時に変異が課題となり、通行に危険な状態となるため運用開始後間もなく、閉鎖され、貫通ホールも常時折りたたんだ状態で運用された。九百五十八年、昭和三十三年には、百0百六点一6 1の三百0三百四編成への改造に際して二百一 2台202との間で台車交換が実施され、従来装着したブリル 76E2 を1 0 0系1 0 6 1 0 9へ供出し、同2両が従来装着した新潟鉄工ションドマイナス -1 台車へ交換されている。その後、201、2台202は1968年、昭和43年に、東急車両製造において連接車への再改造が、 施行されて、同年12月に、竣工、306編成と階版の上で300型へ、編入された。同2両は経年による、老朽化が進行していたこともあって同時に大規模な、車体改修が行われ、構え体のノーシルノーヘッダー化、客用扉の移設及び 1100mm 幅へ、拡幅、全小灯のシールドビームにかおよび腰タブへの移設、 全面中央窓上への行き先表示窓の新設など、多岐にわたる改造が施行された。再改造後は、他の連接車各形式と共に運用されたが、車体の老朽化が著しくなったことから、新型車両導入に伴う代替対象となって1991年、平成3年4月21日付で除籍され、江ノ電保有の連接車として、初の廃車事例となった。 廃車後は2両とも解体処分され、現存しない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。